行き町は、長崎県の北部、行き月島を行政区域とする町で、北松浦郡に属していた。2005年10月1日、平戸市、田平町、大島村と合併して新たに平戸市となり、自治体としては廃止された。面、または裏を行政区域とする。行き月町では面、裏の名称に大技を干渉していたが、1970年に大技を廃止した。 合併し、平戸市となって、以降は、面、裏の名称に、行きつき町を冠し行きつき町面と表記している。江戸時代は、捕鯨の島として栄え、平戸藩の財政を支えていたと言われる。昭和の時代には東、シナ海の巻網漁業に進出、最盛期には20以上の大型巻網漁船団を要、養し島の経済は、大いに潤った。近年は、 漁獲量の減少などにより、船団数も激減している。空港、鉄道路線なし。また、かつては、平戸島の瀬香港からのフェリー航路が主な交通手段だったが、1991年の行きつき大橋開通と同時に廃止された。その他に、野茂商船の博多福江航路が、行きつき島の間浦港に寄港していたが、下り便は1992年に、 上り便も2007年1月のダイヤ改正でぐ裏への機構はなくなった。なし。最寄りインターチェンジは西九州自動車道サザインターチェンジ。なし。行き着き大陸区間の。ありがとうございます。